おはようございます、今日の話はもっとすごい心理学という内藤義人さんの本の中からリーダーは社交的である必要はないという話です。みんなでリーダーを決めようというとき、大抵の場合は積極的で社交的で率先してよくしゃべる人が選ばれます。そういう人の方がリーダーっぽいと感じられるためですね。内気であまり自分から話さない人や謙虚な人はあまりリーダーに選ばれません。神経質で細かいことばかり気にする人もやはりリーダーに選ばれません。大雑把というか大胆な人の方がリーダーらしく思われるからでしょう。アメリカのカリフォルニア州立大学のコリン・ベンダースキーさんが MBA のコースの受講者227名の4人をですね、4人から6人でグループを作らせて数ヶ月かかる課題を与えました。そうすると最初はですね、おしゃべりの人がリーダーになりやすかった。しかし10週目を過ぎた頃からですね、なんと社交的な人の評価が下がって、神経質な人の評価は逆に上がっていったということなんですね。なぜそういう逆転現象が起きたのかというとですね、それはだんだんとやっていくうちに、そのメンバーにその性格がバレてきたと。あいつって口だけだよなと馬脚を表してしまう。どんどん評価が下がってしまうということなんですね。で、これはですね、日頃ですね、人前で、とうとうと話をする、優れたリーダーでも意外に人前で話すのが苦手だ、あまり目立ちたくないという人は多いわけです。またスピーチが下手で小さな声でボソボソ話す名経営者もいます。我々は理想のリーダー像として、大きくて明るい声でいつもニコニコしてですね、ポジティブで周りをグイグイ引っ張っていくような人を、想像しがちです。しかしながら、この中国のですね、明代の儒学者である魯迅号が、新銀号という中でですね、こう語っているんですね。新陳高従、これ第一等の素質、来楽豪住、これ第二等の素質、聡明才弁、これ第三等の素質と。第一等の素質の人はですね、新人高住、どっしりと落ち着いて深みのある人物と。第二等というのはですね、細かいことにこだわらない豪放な人間であると。で、第三等というのは頭が切れて弁の立つ人である。いわゆる才気走ってペラペラ弁の立つ人は信用がなくてですね、頭の良さをひけらかす輩もうさんくさい。豪放来楽な人はまたまだまだ危なっかしくてダメだということなんですね。我々は往々にしてですね、聡明才弁、豪放来楽、来楽豪放、豪遊の人を再評価して評価してしまいますが、本当は目立たない新人高従の人がいいということです。じゃあ今日これで終わり。